正直レギオンの方がかっこよく見えてきたんだけど。皆さんこんにちは、イメゾウです。今回は86第16話について語っていきたいと思いますので、よかったら最後まで見ていってください。このチャンネルでは普段アニメの感想考察、ネタバレ、たまにゲーム配信もしております。86については毎週動画更新しておりますので、ぜひぜひチャンネル登録してから見ていただけるととても嬉しいです。はい、ということで今回も内容を振り返りながら感想と考察を語っていきたいと思うんですけども、まずね、この第16話ね、簡単に振り返っていきたいと思うんですけども、まずね、レギオンが大量に動き始めるんですね。各国に、侵攻大行進を始めるんですが、まあ、それにね、いち早く気づくシンたちです。でシンたちだけがこう準備できていて、ノルトーリヒット戦隊行くぞっつってね、そこからね、迫力のバトルシーンがね始まるんですが、ここがまあかっこいいんだよね。でまあ無事撃退できたんですが、連邦はね撃退できたんですが、共和国サンマグノリア共和国レーナたちはどうなんだっていうところでね、レーナたちの方にスポットが行くんですが、そうするとね、もう警報が鳴ってるのにね、飲んだくれてる豚どももいて、あ、なんだなんかの映画の撮影かなんか言ったりして、もうレーナさんたちは、そのことの重大さにね、いち早く気づいて動こうとするんですが、カールおじさんがねカールおじ様がそれに止めて、こうなんや一悶着あったんですが、まあおじさんかっこよくてね、レーナのために、動くと、お前の好きにすればいいみたいな感じで、かっこよく動いてくれて、そしてレーナはね、なんと全てのプロフェッサーと同調するっていうね、誇りを守るために最後まで戦いましょうってね、めちゃくちゃかっこよかったですね。そして最後にね、シンたちのまた場面に切り替わるんですが、突然ね、殺してやるという謎の声と白く発光するシンたちってことでね、レギオンからの攻撃されたんかな、もしかしてみんな死ぬんかなみたいな感じで16話が終わります。もうねすごかったですね。本当神回って言っていいんじゃないかな。最初から最後までめちゃくちゃ面白くて、本当まあ毎回なんだけど本当面白いんだよな。まあ、ここからねちょっと気になったところをね深掘りしていきたいと思うんですけど、まずやっぱねレギオンが喋ったことですよね。なんか今までこうなんか具体的に喋ってるシーンとかがなかったので、どういう風にね意思疎通とか会話とかそういう風に統率とか取れてたのか全く分かんなかったんで、すごい多分ちゃんとした軍みたいな感じでめちゃくちゃしっかりしてて、なんかこれより掃討作戦を開始する、繰り返す、これより掃討作戦を開始するみたいな感じで、目標ギアーデ連邦とかさ、サンマグノリア共和国みたいな、ちゃんと指揮している中で戦ってて、あ、すごいしっかりしてらっしゃるみたいな、なんか敵ながらあっぱれって思うほどになんか、かっこよかったね。あ、こういうちゃんと意思疎通取れた敵と戦ってたんだなっていう感じで、それだけ統率が取れて、これだけのね、人数を操ってるってなれば、それはやっぱ神たち以外にはなかなか太刀打ちできない強敵になるよねって感じですよね。まああとなんといってもやっぱバトルシーンですよね。今回のバトルシーンは本当に良くて、この2クール目になってから初めてこんなに激しいバトルシーン、長い戦闘描写が出たんじゃないかなと思ってて、まあよく動くね、ぬるぬる動きます。もうレギンレイブ、新しいねジャガーノートからレギンレイブに変わったってことで、このみんなに合った個性豊かな武装が今回出てきて、なんかねマルチロックミサイルが出てきたり、まあ、長距離ロングレンジライフルとか、なんか高機動のワイヤーアクションだとか、まあシンはね相変わらず接近性のブレードで戦ってたんですけど、本当ね5人のね様々な戦い方がねこう描写されてて、すごいかっこよかったですね。なんか今までジャガーノートで特に個性も出ずに、まあ、シンはちょっと特殊だったんだけど、他のやつらはね特にまあこれといった個性もなかったので、なんかこうロボットのバトルシーンはあんまり面白くないなと思いながら見てたんですけども、なんかどっちかっていうと人間ドラマを見てたんですが、今回のこの戦いに関してはマジで面白かった。シンプルにロボットものとして見ても面白い戦いだったんじゃないかなと思って、第一防衛をね無事成功させて本体へ乗り込むっていうところで、シンがね死にたくなければついてこいって言ったシーンが、あっこがめちゃくちゃかっこよくて、まあ、それにもみんなさ躊躇なくついていくわけじゃん。なんか普通に考えたらここにいた方が安全っぽいんだけど、もうそれよりも俺と一緒についてきた方がいいぜみたいな、本当に死にたくないなら戦いに行くしかないみたいな感じの攻めの姿勢というかね。でもそんなシンの言葉にこう
なんだろう、信じたくなるというか、うん、信じてもいいかな、こいつについていけば大丈夫みたいな、そんな謎の期待というか、ついていきたくなりますよね。うん、そしてなんといってもね、久しぶりにこのレーナがいっぱい出てきましたよね。相変わらず絶対領域が、たまんないレーナさんなんですけども、この飲んだくれのね、ほんと豚どもがさ、あいつらほんとねねえ、都市がさ落とされてるわけじゃん。なんか北部がもう落とされて、西部と、東部も進行中です、やばいですっていう状況なのに、もう誰もね、気づかないというか、もう危機感が全然ないよね。もうほんとだらけてますよね。うん、まあそんな奴らはほっといてね、レーナがこうすぐに動こうとして、カールおじさんが止めて、この二人の会話がいいんだよね。レーナはもう全プロフェッサー、86呼んで、レギオンを防衛したいみたいな感じで戦うっていう意思を、示すんだけど、もうおじさんはね、いやー、このまま、そんな呼ぶんだったら滅ぼされた方がマシだと、あいつらも来てわざわざ戦うわけないじゃんみたいな、ね、自分の命を落としてまでって、実際ね、守ったとしてもこいつらのこの堕落した現状全てを知ったら、ただのもうそっからはもう虐殺じゃ済まないぞみたいな、もうなんか、なんだろう、先を見据えてるというか、ある種諦めがもうついてて、大人の対応というかな、もうそういう風に生きて来た人なんだろうね。でも心のどこかではきっとそのレーナみたいな気持ちもあって、レーナみたいに動きたいっていう時期もあったと思うんだよ、戦いたいっていう意思は。うん、でも大人になるしかなかった人だと思うんだよ、立場上ね。でもそれでも戦い抜きたい、彼らに合わせる顔がないって、そのレーナの言葉、まあ彼らっていうのは多分シンたちのことだと思うんだけど、もうそんなね、レーナの姿を見て、なら好きにするがいいって言って、夢を見るのは子供の特権だって、それを守るのが大人の役目だって言って、最初からそうするつもりだったのに、このレーナを止めて、そのわざあえてこうまた自分の立場とかそういうのを認識させる、現状を改めて教えるっていうかさ、うん、もうかっこいいよね。今まで頑固なジジイだなと思ってたんだけど、もう本当ちゃんとレーナのこと考えて出たんだろうね。レーナを守るためにやってたことも多分いろいろあって、いいおじさまだったなって思うね。銃を持ってまあ戦いに行ってたんですけど、どこに行ったのかな。さすがに味方を同士殺さ、銃を向けたりはしないと思うけど、レギオンで銃で戦いに行く、うん、どうなんだろう。そこはちょっとよく分かんなかったんですが、まあ、その後のね、全プロフェッサーと同調するレーナがマジでかっこよすぎないか、あれ。同調あんなにして大丈夫なんかな、脳のその情報処理というか、うん、そこちょっとレーナの今後はちょっと心配なんですが、なんか後遺症とかできたりしないんかな。そして最後のね、あのシーンですよね。急に出てくるね、突然の殺してやるっていう声、あれ普通に怖かったんだけど、目赤いしさ、まあ多分キリだよね、あれはね。レギオンで攻撃してきたのかな、みんながいるところに。多分居場所は分かるんだろうね、フレデリカの居場所が分かるのか。まあ攻撃してきて、まあこれちょっといいなと思ったのが、やっぱシンがとっさにフレデリカを守りに行ってるとこですよね。あそこが良かったね。まあ無事では済まないでしょう、あの感じで。もしあの部屋がね砲撃されてたとしたら、うん、まあ主人公、まあシンは死なないと思うし、シンとフレデリカは死なないと思うんだけど、ライデンたちがどうだろう。ライデンたち死んだらちょっとつれえな。ライデンね、メインヒロインなんでね、ちょっとライデンだわ、ちょっと勘弁してほしいなって思いますね。うん、まあ、そんな感じの86第16話でした。いかがだったでしょうか。よかったら皆さんの感想考察もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。